本丸丸さんもはや野球ではない。第106回全国高等学校野球選手権大会の決勝戦が23日阪神甲子園球場で行われ、延長10回タイブレイクの末、京都代表京都国際が東東京代表の関東第一を2対1で下し初優勝を決めた。9回を終えて0対0の熱戦に SNS も大盛り上がりを見せていたが、延長10回にタイブレイクのため無失地2塁から攻防が始まり、この回で四流が決すると SNS には様々な意見が上がった。高校野球では2018年から延長戦のタイブレイク制を導入。当初延長13回からだったが、2023年度に規則を改正し延長10回から適用されることになった。 PK と同じだろこれ。準決勝ぐらいからはなしにしてほしいわ。無視1、2塁はほぼバントやしおもんない送りバントの発表会じゃないんだから、暑い中試合すんなと言いながらタイブレイクやめろというやつの正体。無視1、2塁はやりすぎや、一死2塁ぐらいにしとけ。11回12回ぐらいからにしてくれ。タイブレイクの横綱が出てきたら面白い。南西魔球チャンネルは現在動画編集者を募集しています。興味のある方は動画概要にあるメールアドレスにご連絡ください。